良い子の皆様、こんにちは、ゆっくりさんでございますだぜ。本日も、イギリスの奇妙な列車を、っていうか、この国は変な車両しかいないんだけど、そいつらをご紹介していきます。でもその前に軽く、前回の続きをお話ししよう。私たちは前の動画で、新型の客車列車、ノバ3を特集していました。この車両は、マーク5客車といい、イギリスの、2つの会社で導入されています。急行列車を運転する鉄道会社、トランスペナインエクスプレスのほか、ロンドンとスコットランドを結ぶ寝台列車、カレドニアンスリーパーでも、同じ客車が用いられているのです。鉄道会社の都合により、わずか5年で引退してしまったノバ3と対象に、こちらは現在も、毎日運転されています。ですがこの客車も、新型車特有の問題に悩まされていました。製造の遅れから、納入遅延が生じ、初期不良も少なくなかったんです。トラブルは、一等寝台に備え付けの、シャワーが出ないといったものから、走行中に異常振動が起きたり、発車時にブレーキが解除できない、など、安全運転に支障が出る不具合までありました。その中で、一番危なかったのが、ブレーキのトラブルです。この客車は、デビューして間もない頃、リアルトーマス案件をやらかしたんですよ。事故が起きたのは、2019年8月、ロンドン発、エディンバラ行きの寝台列車での出来事でした。列車が終点、エディンバラ駅の一つ手前にある、ヘイマーケット駅に停車しようとしたところ、客車のブレーキが、全く動作していないことに、運転士が気づきます。先頭で列車を牽引する、電気機関車のブレーキだけでは、ほとんど減速できず、寝台列車はそのまま、停車予定だった、ヘイマーケット駅を通過、赤信号を突破しつつ、2キロ先のエディンバラ駅へと、暴走していったのです。幸い、駅の信号管理者が、異常事態を察知し、エディンバラ駅の、空いている長い線路へと、寝台列車を誘導します。しかし、列車のコントロール不能状態は、まだまだ続きます。あろうことか、終点のエディンバラ駅も通過した上、駅を通り過ぎたところにある、緩やかな上り坂のトンネル内で、ようやく停止できたのでした。調査の結果、この事故の原因は、ヒューマンエラーだったことが判明した。ロンドン発の寝台列車は、異なる行き先の車両を複数連ねる列車だ。サンライズ瀬戸、出雲と同じく、途中の駅で分割作業を行い、それぞれの目的地へと走っていく。そのうち、エディンバラ駅の編成は、最後の一区間だけ、列車の進行方向が変化する。すなわち、今まで最後尾だった車両に、機関車を付け替えて、再び出発するのである。この連結作業を行った際、作業員が誤って、客車のブレーキ装置を無効にしてしまったのだ。そのため、後ろに客車が連結されているのに、ブレーキは、機関車1両だけの単独走行状態となり、客車のブレーキが一切かからないまま、走り出していたのである。原因は、作業員が新型車の扱いにまだ慣れていなかったこと。その上マーク5客車は、以前からブレーキトラブルが多い車両だったことが背景にあった。連結、切り離し作業の最中に、客車のブレーキが誤動作したまま解除できなくなり、時間通りに出発できない不具合が多発していたのだ。なので、列車の遅延を嫌って、切り離し作業の時、機関車と連動するブレーキを一時的に無効化していた。だが、その設定を再び戻すのを忘れてしまった、というのが真相のようだ。実はこの日、私は、ブレーキトラブルで暴走した寝台列車を、偶然エディンバラの駅で目撃していた。なんとその日は、LNER のクラス800、アズマが、エディンバラ線を受け持った、初日だったのである。イギリスの鉄道が、新しい1ページを刻んだ日、別の新たな名列車が、私たちの前に現れていたのだった。名列車使いは、名列車と惹かれ合うんですね。ということで今回は、再び、イギリス北部のスコットランドから、トランスペナインエクスプレスの別の列車に乗車します。これもずっと、乗ってみたいと思ってた車両なんだよな。前々から感じてたけど、ゆっくりさんって、乗ってみたい車両だって言ってるの、多くない?私の欲望は無限なんだよ。それはよく存じております。今回乗車するのも、トランスペナインエクスプレスが導入した新型車両、ノバシリーズです。この会社は2019年末に、K
携帯の異なる3種類の新型車を相次いで投入しました。一つはディーゼル機関車に惹かれて走る客車列車。早い話が前回特集したノバ3ですな。2番目は日立製のハイブリッド高速車両クラス802型ノバ1。そしてこの動画でご紹介する高速急行電車の3つです。この車両はクラス397型電車といい、鉄道会社からはノバ2の愛称が与えられています。製造を手掛けたのはノバ3の客車と同じスペインの車両メーカーです。言われてみれば行き先表示から出入り口ドアの形状、客室の窓といった車体を構成する部品にデザインの共通点が見られますね。ただし連結器やブレーキパイプなどノバ3では外に剥き出しだったパーツが全て車体の内部に収められています。おかげで幽霊かつスピード感のある外観に仕上がりました。クラス397型電車が走るのはブリテン島の西岸を通る幹線、西海岸本線です。スコットランドの2大都市グラスゴーとエディンバラからイングランドの西側に点在する各都市を結びます。このクラス397型は2019年11月末に営業運転に投入された形式だ。ノバシリーズでは一番最後にデビューした車両で、私たちは2019年の訪問では乗ることができなかった列車だった。なんか今回の私らは前のイギリス旅の忘れ物を取りに行ってるような旅だな。前の時はいろいろな変化が起きすぎて全て追い切れなかったもんね。ノバ2は新型車両の中で座席が一番いいと現地の鉄道ファンの間でも評判の車両です。それでは早速乗って自慢の車内を見てみましょう。この電車は5両編成、それぞれの車両はアルファベットで号車番号が割り振られています。座席配置は前回ご紹介したノバ3と同じで、 A から D 号車が通席車両、最後尾の E 号車が一等席車両です。もっともノバ3は片側の先頭 A 号車のみに運転台がありましたが、ノバ2は電車構造ですからもちろん E 号車側も先頭車両になっています。またそれぞれ両端の先頭車両は運転台と車体前方の出入り口の間に小部屋のような空間があります。通席が配置される A 号車はこの部分に荷物スペースを設置、折りたためない自転車や大型手荷物を置けるようにしています。そして反対側の先頭の E 号車は車内販売の準備室と車掌室が同じ場所にも設けられています。トランスペ9エクスプレスは駅間距離、走行時間が短く、お客さんも短い間隔で入れ替わります。そのため一等席では簡単なお茶のサービスのみが提供されます。担当の乗務員さんがどのお客さんに対してもフレンドリーかつ丁寧に接してくださったのが印象的でした。ところでノバ2は座席が一番いいって聞いてたけど、シート自体はノバ3と同一だな。つまり一等席は生地が違うだけで、ノバ1とも基本的に同じってわけだ。あれは普通席の話かと思って隣の車両も見てきましたが、やっぱり他の車種とシートが一緒でした。私が鈍感なのかもしれないけど、座り心地もあんまり変わらねえぞ。まあゆっくりは硬い、乗り心地が悪いってファンの間で言われてる座席でも普通に喜んで座ってるもんね。普段は特急列車に乗らないからテンションが上がっちゃって欠点に気づきにくいんだよなぁ。動画だけ見てると私たちはいつも一等席に乗りまくってるって思われるかもしれないけど、取材の時だけ特別に奮発してるだけなのよ。一等席は空いていることが多いから車内の様子とか外の景色を観察しやすいからね。ですが僕たちが乗ったグラスゴー発マンチェスター行き列車は一等席までほぼ満席でした。これはもしかすると行き先が営業しているかもね。この列車は中部マンチェスターの市内を経由し、南に13キロ離れた国際空港へ向かう系統です。マンチェスター空港はイギリスでは3番目の規模を誇り、ヨーロッパの各都市から中東アジアまで様々な行き先の航空便が発着します。スコットランドの都市エディンバラやグラスゴーよりも行き先が豊富ですので、スコットランド地域のお客さんでも鉄道でマンチェスター空港まで移動し、そこから各都市に飛ぶという方が多いんですよ。
クラス397型は、スペイン生まれの車両です。メーカーは、カフが担当しました。これ本当に、読みは、カフでいいの？チャット GPT に聞いたら、カフって答えてたぞ。でもあれ、ジルノ君の発音を思いっきり間違えてたじゃん。ジルノって答えたけど、スイスの公共放送では、ジルノ、だったでしょ。姉さん、HSD 君に聞いても同じ答えでした。あのメーカーの発音は、カフらしいです。本当に？彼もわからないとき、時々適当なこと言うよ。えっちゃんはアホだし、最近は医者が黙って首を横に振るくらい、はっちゃんに対する親バカっぷりが重症だけど、嘘はつかない男だぞ。そりゃそうだ。何しろ俺は、正統派の英国紳士だからな。こいつは単に、舌が3つあって、それぞれが違うことを言ってるだけだ。英国紳士だからな。そんなに少なかったっけ？ 3 枚あったら全然足りへんやろ。英国紳士、ジェントルマンだから嘘つかない。あと、スペインにいるいとこも、カフって言ってました。じゃあとりあえず、カフってことで、違ってたらごめんなさい。作戦会議終了。スペインの車両メーカー、カフは、最近いろんな国で、シェアを伸ばしている会社です。イギリスでは、国鉄が民営化した後の、1990年代から、少しずつ同社の列車が導入されてきました。例を挙げると、ロンドンの市内と、ヒースロー空港とを時速160キロで結ぶ、ヒースローエクスプレスのクラス332型です。ロンドン市内と国際空港の間をノンストップで結ぶ、この直通電車は、スペイン北東部のサラゴサで製造されました。ちなみにクラス332型は、イギリス国鉄の民営化後、最初に導入された列車です。残念ながら、初代ヒースローエクスプレスの電車は、2020年末をもって引退してしまいましたが、同じ系列の電車が、イングランド中部のヨークシャー州で、近郊電車として、今でも活躍しています。え、ヒースローエクスプレスの電車って、引退しちゃったの？スペイン製の初代車両だけね。空港アクセス特急の列車自体は、もちろん今でも走ってるよ。それにしたって、引退が早すぎない？確かに登場から20年以上は経っていたけど、走行距離で考えたら引退するような車両じゃないでしょ。ずっと空港までの短距離路線ばかりだったんだから。それにあの電車って2010年代に大改装されてなかったか？シートが新しくなって壁や照明もリフレッシュされてただろ。到着案内やニュースを流すディスプレイも新設されてたしな。それを10年も使わず廃車なんて、なんかもったいないよな。それはねえ、空港アクセス特急という特殊な用途、そして時代が災いしてたんだ。クラス332型が長年活躍し続けてきたヒースローエクスプレス、実はこの列車の運営形態が2018年に大きく変わっていました。運行の担当がヒースロー空港の管理会社から大手鉄道会社のグレートウエスタン鉄道へと移管されていたのです。空港アクセス特急の運行を引き継いだ同社は、リニューアルと効率化の両面から新型車の導入を決定。登場してから20年が経つクラス332型を置き換えることにしたのです。この電車は車体こそ少し古いですけれど、走行距離は短く、通常ならまだまだ使えそうですけれど、限定された特殊な路線用だったせいで、イギリス全土に普及している標準的な信号装置を搭載していませんでした。だったら改造して基準に合った信号装置を搭載すればいいじゃない、と普通は考えますよね。すると今度はタイミングの悪さが影響を及ぼします。クラス332型の引退が予定されていたのは2020年過ぎ、イギリス全土の鉄道ではバリアフリーに関する新しい規制が施行された直後のことでした。これに合わせ鉄道各社は2019年末までに新基準に適合する新型車の導入、または既存の車両の改修をほとんど完了させていました。そのためわざわざ改造をしてまで古いクラス332型を欲しがる会社が皆無だったんです。おまけにこの列車は4両編成の電車です。バリアフリー規制にあたって新車を導入する余裕のない地方鉄道は、これよりも古い国鉄型車両を改修していましたけれど、このようなローカル線は非電化ばかりなので高性能の電車を転属させられません。逆にクラス332型が性能を発揮できそうな路線には
すでに新型車が導入され、やはり使い道がありませんでした。こうした事情から、ロンドンの空港と市内の間を駆け抜けたスペイン製の電車は、一部の保存車を除き、重機が待ち受けるスクラップヤードへと消えていったのでした。なんだか悲しい結末になってしまった、初代ヒースローエクスプレスのクラス332型。その車体を製造したスペインの各社は、近年イギリスで大きくシェアを伸ばしています。この会社は、イギリス北西部のウェールズに大規模な製造工場を持ち、車両の生産とメンテナンスを実施します。トランスペナインエクスプレスのノバ2クラス397型は、スペイン北部の工場で製造された車両ですが、定期整備はウェールズにある工場で実施されるそうです。イギリスに鉄道車両工場があるというのは、日本の車両メーカー、日立と同じです。でも、格の方が、作れる車両のバリエーションが豊富なんです。ノバ2のような高速用車両から、通勤電車、はたまたディーゼルカーまで、幅広い車両を製造しています。これらは、シビティという、共通の車両プラットフォームから製造されています。動力源から、用途まで、全部違うのですけれど、車体の骨格、基本構造は、同一です。なので、車両を構成する部品も、同じものを使用できる、という利点があります。その上、生産に必要な設備も、同じですから、安価かつ短い設計期間で、製造に取り掛かることが可能です。と言いつつ、ノバ2も、納入遅れが発生していたんですけどね。各社が作る、シビティと名付けられた列車は、イタリアやオランダでも走っています。けれど、ヨーロッパ大陸版と、イギリス向けで、車体のサイズも、基本構造も、全然別物なんです。実は、電車急行の、ノバ2と、客車列車のノバ3も、同じ、シビティシリーズの車両です。なるほど、だから車体も客室も、似ている部分が多かったのね。ノバ2は、最高速度が時速200キロの、高速急行だ。電車なので、西海岸本線の、電覚管のみを走行する。主な担当路線は、スコットランドのグラスゴーから、イギリス中部のマンチェスター、もしくはリバプールまで、ハイブリッド車両のノバ1や、グラス185型機動車、それから、引退してしまったノバ3と違い、ヨークなど、東の都市には乗り入れない。いやむしろ、乗り入れられない、と言った方がいいかな。なぜなら、マンチェスターとヨークを結ぶ線路は、途中に非電化区間があるため、ディーゼル車両じゃないと、東西地域の横断ができないのだ。ちょっと待って。でも、スコットランド東部のエディンバラにいるのを見ましたよ。あれは、西海岸本線の北側にある分岐から分かれて、エディンバラへ直通してきた系統だな。ニューカッスルなどを通る東海岸本線は、基本的に走らないらしいんだよ。以上、簡単なお話をしたところで、この動画は、ノバ3編と同じく、後編に続きます。今度は、ノバ2の、ちょっとディープな点をお話ししたいと思っています。なんか、考えてた以上に、触りだけで終わっちゃったな。冒頭で、トーマス案件を話したり、ヒースローエクスプレスのことを寄り道してたから、そうでした。それじゃあ、次の動画に、お乗り換えのお時間ですね。ご視聴、ありがとうございました。